おはようございます。今日は12月29日木曜日、金箔が吹いても剥げない国産仏壇、輪島漆器仏壇店の永田幸喜でございます。今朝は日本五大稲荷、高橋稲荷神社さんにお伺いしております。どうぞ皆さん、初詣には高橋稲荷さんに来てください。じゃあお待ちしております。